皆さんこんにちは、賃貸のマネージャーの中島です。本日私は奈良市内にございます 2LDK の賃貸アパートセジュール奈良山という物件にやってまいりました。こちらは奈良山大通りがすぐ近くにございますので、移動アクセスもすごくしやすい、そんな物件となっております。まずはこのリビングスペース、かなりですね、広々としておりますので、テレビやダイニングテーブル、そしてソファーなどを置いていただいても十分なスペースが確保できますので、ご家族皆様の団らんのスペースとしてもご利用いただけます。窓のほうに大変大きくなっておりますので、明るい雰囲気のお部屋となっております。またバルコニースペースもですね、このように広々としておりますので、晴れた日などはしっかりとお洗濯物なども干していただくことが可能となっております。そしてこちら奥に進んでいただきますと、キッチンスペースがございます。キッチンスペースはおしゃれなカウンターキッチンタイプとなっておりまして、シンク、調理スペースもしっかりと確保されておりますし、こちらにガスコンロを置いていただければと思います。上のスペースや下のスペースにも収納スペースがございますので、キッチンスペースもすっきりと収納していただくことができますし、ここに冷蔵庫などを置いていただければお料理もですね、大変しやすい環境になるんじゃないでしょうか。それではその他の部屋に行ってみましょう。まずは奥に進んでいただきまして、この奥、扉を開けますとお手洗いとなっております。そしてさらに奥に進んでいただきますと、ご夫婦の寝室のぴったりな広々とした洋室のスペースとなっております。このようにですね、収納スペースも1つ、そして段差の分かれた収納スペースとなっておりますので、用途に合わせてしっかりと収納していただくことができます。そしてこのお部屋のすぐ近くなんですね、こちらこのようにですね、和室のスペースとなっております。窓も大きくございますので、明るい雰囲気のお部屋となっております。このお部屋にもですね、収納スペースがございますのでご安心ください。そしてさらに、お部屋をですね先に進んでいただきますと、こちらが玄関スペースとなっております。玄関には下駄箱もございますので、靴の収納スペースにも困りません。奥に進んでいただきますと、こちらは洗面スペースなんですが、まずは人気のシャンプードレッサー、そして室内洗濯機置き場とございます。奥に進んでいただきますと、ゆったりと毎日の疲れを癒していただけるお風呂となっております。お風呂には窓もございますので、入浴後ですね、浴室の換気にも使っていただけます。いかがでしたか。これだけ広々とした 2LDK の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお酒のスタッフは皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。